はい、こんにちは、スプレーアートのめちゃんとベラちゃんです。で、これ今日はね、スーパーじゃないじゃん。スーパーじゃないけどさ、なんか市場みたいなやつ。市場けどさ、でっかい。でっかいよね。でっかいっていうことでね、業務用とかいろんなの売ってるから、うん、ベロが見たことないとか、見たことがない、何これとか、何これ、もうベロちゃんがもう、はい、やべえなこれみたいな、はいはいはい、3つを5分以内に探してください。5分ということで5分。あ、もう始まってる。あ、やば、いや、行きます。はい、まあ、何持っていくか分かんないけど、ちょっと5分待ちたいと思います。 OK。 これは何だろう、あれはあれ、豚の皮かな。この、これは何、全然わかんない。あと50秒、あと50秒。ベロちゃんは何個見つかったのか待ってらんないから来ちゃいました。ベロちゃん40秒。いいの、3つ見つけたけどさ、あともう1つボーナス。何ボーナスって？もう1個ボーナスは地獄にある。じゃあちょっと、じゃあ15秒いくぞ。はい、まあ、握りセーフ、握りセーフ。お時間です。じゃあ3つだけどさ、でもう1個ボーナス、はい、メキシコ人のエロちゃんがマジでびっくりしたものを、びっくりしたものを見せたいと思います。1つ目、ブレチップスだよね。はい、だけど海の味ってこと？わかんない。私嫌いな、大嫌いな海、見たことある？ないけど、あんまびっくりしない。2個目、でっかい豆を見つけた。だってさ、豆いつもこんな感じでしょ。これってどういうこと？え？うん、びっくりしないの？しない。じゃあ、3つ目。これね、これびっくりした。超ちっちゃいタコだよね。うん。思ったら、もっともっとちっちゃいの見つけた。それイカだよ。これタコでしょ？これタコ。これイカだよ。あー、まあでも一緒に見えるけど、おもちゃみたい。最後、スペシャルボーナスで、4個目のめっちゃびっくりしたやつを教えてくれそうです。はい。タラーン。どういうこと？酒じゃねえ。誰がこんなにいっぱい飲む？だってさ、普通の喫茶はこのぐらいでしょ？一生瓶とか飲むということで、うん、本当は100個以上あったけど、うん、またいろんなこういうね、いろんなお店行ってやってみましょう、うん、はい、ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。はい、オッケー。